私にとっての車は魔法かもしれない。子供の頃大好きだったお父さん、何でも相談できたお母さん、大人になってなんだか照れくさくって面と向かって話す機会は減ったけれど、車の中だと話せるようになるから不思議。普段だと言えないありがとうなんて言葉も言えちゃうくらい、私にとっての車はスイッチかもしれない。朝エンジンをかけると仕事モードに切り替わる。落ち込んだりした時に車を走らせると前向きになれるし、頑張りすぎたなぁと思う時もドライブはいつもの私に戻してくれる。私にとっての車は扉かもしれない。行きたいところへ続く扉、まだ見たことのない世界を見せてくれる扉、大切な人とつないでくれるし、可能性だって広げてくれる。今日のどこかや誰かだけじゃなくて、未来にも連れて行ってくれそうな気がするんだ。真面目も遊びも笑顔も詰まっている私にとっての車は、果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップはホンダカーズ長崎の提供でお送りしました。